こんばんは。ようこそ初耳怪談へ。本日は久しぶりにレギュラー陣だけにお集まりいただきました。よろしくお願いいたします。お願いいたします。珍しい。珍しいですよ。ただ新鮮で逆にいい感じもします。そうですね。はい。ただね、もうあと2週間、3週間後ぐらいな感じですかね。はい。8月の31日土曜日、大阪でのイベント近づいてまいりました。お願いいたします。すごい。楽しい。ノブさんいかがですか。そうですね、いまだにガンジーがスレスレと聞いてるんで、はい、メンバー入りあら、どっちなんだろうと。僕はギリギリアウトだって聞いてます。なんだギリギリアウトって聞いたことないよ。戦場じゃなくてギリギリ下回ってるって聞いてますけど。なんで始まったばっかりで汗だくなんだ。待ってくれよ本当に。いやすいません、暑くてね、すいません、屋上でタバコ吸ってきちゃった。すいません、もうないです。ちょっと焼けてます。すいません。さあでもイベントはね、本当にゲストの方ももう豪華で発表になりましたね。三木大雲さん、そして馬面さん、声優の岡本信彦さん。すごい。せいかさんいかがですか。もうお三方ともちょっとジャンルが違うので、どんな感じにこのレギュラー陣と、ね、ミックスしたらなるのかっていうのがワクワクしちゃって、負けないように頑張らないとっていう。ね、でもみんなでこう盛り上げてたくさん行きたいですよ ね。絶対盛り上げたいですね。これ僕8月末最後夏、どこよりも暑い夏にしたいですよね、阿部寛さん。おう、みんな東大に行くんだ。そうですね、今完全に当落線を下回ったと。今ので今ので決まりました、ね、もう何回も3回も何聞かなきゃいけないですから、ね、落ちて綺麗なセンタリングではありましたけど、ね、綺麗な、あとはもうちょーんってやるだけなんですけどね。外したということ で、 でも気合十分でございます。気合十分でね、もうもうさんも気合入ってますもんね。そうですね、今年の夏は今年で一番暑い夏にしようかなと思ってます。ね、頑張りますよね阿部寛さん。おう、この後は初めて書いたんだ。ちょっと待ってくれ、下回った。ちょっと待ってくれよ。当日2名出れないことになるんですか。ちょっと待ってくれよ。残念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 。これはしょうがないですよね。そうです。さあ皆さん、ぜひね足運んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。で、まあこのねお知らせもある中、なんか七不思議がさらになんかここでねじ込ませろっていう。すいません。すぐ終わります。何何何何。自動車を出しました。出しましたね。5秒回だ。5秒じゃない。5秒。5秒階段ですよ。なんか5秒の後だとか5分ってなんか長いなと思って。長いな。5分で読め、1話5分で読める感じなんですから、これは。これ小学校5年生とか6年生ぐらいの高学年の子がね、こう読みやすいようにということで、児童書という形で出させていただいておりますので、こちら幻冬舎さんから出ております。よろしくお願いします。さっき僕も読ませていただいたらですね、もう20話以上入ってて、もちろんお子さんも楽しめるんですけど、大人もね結構えみたいな結末でこうびっくりするような話もあったりして、はい、本当皆さん楽しめますんでね、5分階段、はい、はい、ぜひチェックの方よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ本日はですね、もう恒例となりましたが、初耳怪談お盆スペシャルということで、皆さんで夏にまつわる怪談を話していこうと思います。また来た。恐る恐るの拍手だこれ。なんか苦い顔されてますけど、これは嫌ですね。なんか嫌な印象あります。いや別にないんですけど、これだってね、ちょっと、疲れるじゃないですか。レギュラー陣でしょ、兄さん。これ、みんな必死に頑張るから、疲れるって今日、もう1本目ですよ、まだ。疲れるってこと言ってます。難易度が高いってことですよ。そう、これね、なんで難易度高いかっていうと、ご覧ください。このね、お札ありますが、夏にまつわるキーワード20個。はい、スタッフさんの方でご用意いただきまして、もうね、このキーワードを使って順番にですね、会談をしていこうってことなんですよ。なるほど。で、嫌なルールがありまして、誰かがこのキーワード使っちゃうと、次はもうそのキーワードが使えなくなっちゃって、どん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 減っていくっていう。だから順番が後の方になると、こう大変だということで、かなりこれ、ノブさんカロリー高いんですね。そうなんですよ。だから疲れるという言葉にね、凝縮させたんですけど。もう一個ぜひ皆さんにお伝えしておきたいのが、変な感じにとか、ね、このキーワードを使ったりとか、あと人によってはこう、じゃあ2ついきますみたいな感じで、なんか雑
にとか無駄に使ったりすると、YouTube の方コメント欄が非常に荒れます。怖いなこれ。わかるわかる。川口さんが一回やらかしました。川口さんが、確かに、はい、なるほどね。川口さん、はい、お題いっぱい取って枕でほぼ使いました。それありみたいな、あと取ったのにそれ忘れずに使わなかったって、そう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 、川口はいつもやらかすんだよ、ね、何枚が最高今までですか。4枚か5枚ぐらいあったんじゃないですか。5枚ってすごいですよね。でもちゃんとね取ったらそれにねこううまくこう話に入れれば、うん、もうファインプレーってことで皆さんから ね賞賛もしていただけるんですけども、はい、ってことなので、なるほど、ちょっとねその辺は皆さん順番も含めて、ね、どのキーワードを取るかも含めてね、はい、頑張って考えていただきたいと思います、うん、でどうですかノブさん、このキーワードは。そうですね、まあ、夏なんですけどゲリラ豪雨とか。あゲリラ豪雨、ね、むずいな。あノブさん、僕それやりたいんでやめてください。これ行けるの。え、これ行く、それ行こうかなって今ちょっと思いました。私も行きたいの。そう、じゃあもう試合決定です。取り合いだ、ゲリラ豪雨取り合いだ、試合決定。弱そう。時間押してんのよ。フリーソングの分サクサク行きましょうっていうのを思い出して、本当に怒らないでください。そのやりとりが長くなるんだよ。これだった。いつも怒ってないからね。顔を元に戻して早く。はい、まあね、こういうねキーワードもありますけども、はい、まあ夏休みとか、まあでもなんかお正月よりはやりやすそうな気がします。確かに、ね、夏は確かに、やっぱ聞き馴染みない言葉がね、うん、お正月ありましたし、ね、あとお正月どうしてもめでたい言葉が多かったりするから、そうなんですよ、まだこっちの方がやりやすいかもしれない、うん、こっちの方がいいな。さあそれではですね、早速始めていきたいと思いますが、順番はねまず公平に、うん、はい、じゃんけんでオーバーを決めまして、じゃんけんで以降はその人が次の話す人を指名していくという。なるほど、はい、で今回は前半ですから、はい、でまたメンバー変えて後半が次回あるということでいきたいと思います。終わりました。はい、じゃあの僕もじゃんけんね今回前半から参加させていただいて、はい、お兄さんだって後半じゃないですか。いつも後半なんですよ。だから全部僕がやって。と言いたいんだけど、はい、それを誰が決めたんだって話なんですよ。もうディベートだ。もうここからは。毎回自動的に後半の方行かされて。おかしいか。でなんか後半の方でもなんか一番最後にされて。なるほど。で残ったキーワード全部入れろみたいな、なんか見つかりされて。そっちの方が心強いですよね、後半に。いやそうですよ、島田さんがいてくれた方が、うん、階段階の社長がいますんで、ここに。いやいや、大きな社長すぎやろ。中小企業でしょ、ただの。そう、ただの中小企業の社長で2人でやってる。そうです、階段階の社長。幽霊会社の社長がいますから。幽霊会社ある会社ですから、本当にありました、本当にありますから。税金対策の会社みたいにやめてください。やめてください。ちょっと今回だから僕前半行かせてもらって、まあ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 、はい、後半にということで、はい、終わりました。はい、じゃあ見届けさせていただきます、はい、はい、見届け人でお願いいたします。じゃあ感じです、行きましょうか、行きましょうか、はい、OK、最初はグーフォー天井に天は私に味方したということでございまして、カメラ向いてやれや。見れないんですよね、なんでこっち向いてやる。ノブの方向いてやる。視聴者に向けてなかった今。すいません、ノブさん本当にあのゲリラ豪雨浴びたみたいな。本当ね、いやずっと暑いよ本当に。もう大丈夫かな今日。もはい、じゃあすいませんね、はい、最初はグーじゃんけんぽん。あいこでしょ。おーしよしよしよし、あら、あら、お、どうしよう、これ最初はグーじゃんけんぽい。あー強いんですよじゃんけんこの男。あートップバッター強いんですよ。トップバッターですね。トップバッターだ、選び女、トップバッターなの。あ、トップバッターってこと、あ、そうか、いろいろ選んでいいってこと。選んです、よっしゃー、やっしゃやっしゃやっしゃ。逆にトップバッターはトップバッターで緊張する。そうだな、選び放題やけど。2、3番目が良かったな、なんかでも。一番ね、自由に、ね、まあ、でも選べるし。選べますから。まあ、選び放題ですよ。はい、僕はちょっと、うん、結構いけますよ。いや、もう蚊取り線香とか。これも定番じゃないですか、蚊取り線香。夏の生活の。まあ、ですけど、階段ではちょっと難しそうですけどね。いや、いけます。え、2枚いくの？いや、まだいきますよ。ね、扇風機も行きましょう。え、すごい。これは行きたい人多かったと思うんですけど、行きたいです、ね。それ行きたかったです。え、まだ、いや、行きますね。え、マジで？うわ、ここ海亀ですね。海亀？どうしたん？完全に行きますね。つながんないな。3枚行っちゃう。3枚行きました。3枚行っちゃってさ。大丈夫？じゃあ、こっちカメラの方、カメラの方に向かって。私が選んだのは、蚊取り線香、扇風機、海亀の3枚です。おー。
あの3つ繋がんなそうだけどね、うん、屋内と屋外ですもんね。そうなん、確かに確かに、あ、そうだよね、ウミガメ外だし、え、どこに入れようかなじゃないのよ、もう変えられないですいや大丈夫です、残しておいて欲しかったよね最初は。そうですね、いやでもちゃんと大事、大事なので、てくな、はい、ではももさん準備よろしいでしょうか。はい、キーワードはウミガメ扇風機蚊取り線香ですね、それにまつわる会談よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このお話というのがですね、渡辺さんという現在30代の男性から投稿いただいたお話なんですけど、この渡辺さんがですね、小学校 4,5 年生の頃、だいたい年齢でいうと10歳ぐらいの頃ですね、東北にお住まいの方なんですけど、小学生の夏の夜に、お父さんと弟さんとこの渡辺さんの3人で、釣りに行こうっていうことになったんですね。でいつも3人で釣りに行くことっていうのもまあまああるんですけど、その時は夏休みだったんで、お父さんが今日は夜釣りに行こうじゃないかってことを提案してくれた。あ、夜の釣りなんて初めてだから楽しみだなってワクワクしながら、弟と一緒にお父さんが運転する車に乗って、まあ、海の方に向かっていくわけなんですよ。だいたい10分ぐらいでお住まいのお宅から海まで行くことができるんですけれども、その道すがらですね、途中で、信号で止まりまして、ちょっと夏ですからね、車の窓開けてたんですね。そしたらね、あの信号待ちで近くのお宅からね、こうなんていうんですかね、蚊取り線香の匂いみたいのが入ってきたんですよね。てか、あー、やっぱなんか蚊取り線香のこれを嗅ぐと夏だなみたいなね。いや、でも蚊取り線香の煙で蚊が落ちるのって見たことないよねみたいな、あ、そうだなって笑ってたそうなんですよ。でそこから、車を運転していて、まあ、海に着きました。で海だからすごくね、その日は8月の暑い夜だったそうなんですけど、穴場のスポットを選んだので、その3人しかいなかった、渡辺さん、お父さん、弟さんの3人しかいない、こんなところで釣れるんだ嬉しいと、防波堤がありまして、その前に 2,3 個テトラポットがあって、その奥に暗い海というのが広がってるわけなんですよ。でここで3人で防波堤に腰をかけて釣り糸を垂れて釣りをしているわけなんですけど、周りに人が全然いない穴場みたいなところだから、一体どんな魚釣れるんだろうと思ってたら、この渡辺さんの釣り竿に当たりが来たわけです。あ、強いのが来た、強いのが来たと、今まで感じたことがない重みというか手がかりなんですよ。これはすごいと、何が釣れるんだろうと思ってルアーをガーって巻いていたら、暗い海の底から引き上げられてきたのが、遠目に見ると、え、座布団みたいなものがかかったんですって。でガーってやってると、座布団みたいなものがどん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 こっちに上がってくる。座布団なわけないよねと思って、よくよく見てみたら、それっていうのがウミガメだったそうなんですよ。でも生きてるウミガメではないんです。死んでいるウミガメの左の前足っていうんですかね、この部分に釣り糸が引っかかってしまってると。死んだウミガメが海面を漂っている時に、まあ、渡辺さんの釣り針にかかってしまったっていうことなんでしょうね。でもこれ死んでるにしても記念になるから、このウミガメを引き上げてみんなで写真を撮ろうじゃないかっていうことになったんですよ。頑張って渡辺さんが引き上げようとするんですけど、ウミガメ重いからなかなか上がってこない。これじゃ拉致が開かない、テトラポットのところに降りてウミガメに近づいて、なんとか釣り針を外そうとするけど外れない。それを見てやきもきした弟さんとお父さんも下に降りてきて手伝ってくれる。子供がやってもうまくいかないから、お父さんがじゃあ俺がやってあげるからっていうことで釣り針をなんとか外そうとするんです。でもなかなか手間取ってしまって外れない。お父さんが頑張ってる姿を弟さんと渡辺さんはその後ろから背中を見ていたそうなんですけど、3人しかいないこの状況でテトラポットにいるんです。後ろは防波堤なんですけど、なぜか後ろから視線を感じると、なんか誰かに見られてる感じがする。だけどこの釣り場は他に自分以外誰もいなかったよなと思ったんですよ。すごいじーっと刺すように背中に視線が来るから、ちょっと見てみようって恐る恐る後ろを振り返ったら、防波堤があってその下は当然海面なんですけど、その海面に体育座りをしている人間のようなものがいる。でも人間ではないんですよ。マネキンみたいな姿していると。男性なのか女性なのかも分かんない。髪の毛もないんです。体が白くて目がギョロギョロしている。そんな存在が海面の上に
体育座りしてるんです。渡辺さんからの距離でしたら 4,5 メートルなんです。うわなんだこれめちゃくちゃ気持ち悪いと。絶対生きている存在だって、海面に落ちないでそこで座ってるんですもん。でその存在と目が合ってしまったら、その謎の存在っていうのが海面をパチャ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 叩き出した、遊んでるかのように叩き出したんですって。なんだろうなんだろうと思ったら、渡辺さんの脳の中にその相手、謎の存在が考えてる言葉みたいなのが頭の中に入ってくるんですって。でその言葉っていうのがパチャ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 やりながら、オレンジオレンジオレンジって言ってるんですって。オレンジってなんだろう、こいつ俺に向かってオレンジって言ってるって時に気づいたのが、自分が着てた夏とはいえ夜なんでちょっと寒さ対策でウィンドブレーカーを着てた、その色がオレンジ色だったんですね。あ、これ俺のことを認識してオレンジオレンジって言ってるんだ、まるで異形の存在にロックオンされたような存在になってしまったから、これは非常に怖い、どうにかしなきゃと思っていたところ、その謎の存在がパチャパチャやりながら、ひときわ強く目でギロッと渡辺さんを睨んで、オレンジと頭の中に入ってきた時に、この両方の目、謎の存在の両方の目がポローンって落ちて海面にパチャって落ちたそうなんです。うわものすごく気持ちが悪い。もうこのきっかけで渡辺さんはもうテトラポットから防波堤の上に上がって、お父さんの車のところに走っていったと。でお父さんと弟さんもどうしたんだってことで追いかけてくるんですけど、このことをお父さんに言っては良くない気がしたそうなんですね。だからちょっと怖いものを見ちゃったんだってことを言った。そしたらお父さん何かを察してくれたかのように、じゃあとりあえず今日はもう家に帰ろうということになった。でお家に帰りました。そしてお母さん、家で留守番をしていたお母さんに向かって、塩と水を持ってきてくれってことをお父さんは言ったんです。そして塩を弟さんと渡辺さんの体中に振りかけて、そして水で口をうがいしてから3人はお家の中に入った。でお家の中に入った後にですね、言うんですって、お父さんが、お前さっき何か見たって言ったけど何見たんだって言うから、いやあのねって言って、さっき見たもののことをしっかり話したそうなんですよ。そしたらお父さんが言うと、お父さんもうっすらだけどその存在のことは分かっていた、だから塩と水をお前に与えたんだと。で渡辺さん気になっていたことをお父さんに聞いてみた。お父さん、あの存在っていうのが俺に向かってオレンジオレンジって言ってたと。あれお父さん聞こえたって言ったら、ああ聞こえたけどそれはな、色じゃないぞってこと言うんです。色じゃない、お父さんどういうこと、ウミガメは俺のものだってことあいつは言ってたぞ。どういうこと、オレンジャオレンジャオレンジャ、そのウミガメは俺のものだってことをあの存在は主張していたと。その時に扇風機がですね、やるかーって動いていて、二人が無言になった空間に扇風機の音だけがその渡辺さんのお宅で首を振って鳴り響いていたそうです。ありがとうございました。さあ8月の31日土曜日に開催されます大阪初となるイベント、裏初耳怪談2024、テレビでも YouTube でも聞けないやばい話、なんと会場チケット完売いたしました。ありがとうございます。はい、そこでですね、なんと完売のお礼も込めまして、イベントの方生配信実施すること決定いたしました。もうぜひ皆さんね、もうご確認ください。こちら全国の怪談好き、オカルト好きの皆様、8月の31日土曜日開催のイベント、裏初耳怪談2024、テレビでも YouTube でも聞けないやばい話、ぜひぜひご参加ください。お願いいたします。さあではね、最後に意気込みの方、響さんお願いします。意気込みの方、はい、絶対にお見逃しなく、もう一回言います、本当にここだけのやばい話をするので皆さん、ぜひ駆けつけてください。お願いします。お願いします。いや、もう本当に頑張った方です。ありがとうございます。ちょっと事情聴取の方させていただきたいんですけども、はへ、
ウミガメ、はい、扇風機蚊取り線香ということで、はいはいはい、まあ、ウミガメはね、ノブさん、そうですね、まさにウミガメというのが非常にキーワードとしては際立ってくるお話でしたよね、うんうん、はい、の話でしたもんね、うん、はい、ただですよ、蚊取り線香って出てきましたっけ。いや、出てきました。あの車で、道中向かっている最中、窓を開けていたところ、隣家から蚊取り線香の匂いが入ってきて、あ、でも蚊取り線香の煙で蚊が落ちるのって見たことないよねみたいな会話をしたそうなんです。で、実際落ちるとこみんな見たことないじゃないですか。はい、まあ、いやね、弱るはするけどっていうところですね。ちょっとした夏のあるあるですね。そうです。これは定番ですから外せなかった。季語みたいなもんですね。そうですよ。まさにその通り。まあまあ、じゃあそこはまあ100歩譲って。まあね、たくさん、扇風機、扇風機ですね。はいはい。どうか、それやっぱ後輩としては、はい、あれを許していいものなのかどうか。で、多分本人もそう感じてたと思うんですよ、話、戻ってきて見てください、はい、3日寝ずに鑑識した六角精児さんみたいな顔でほんまや、ほんまや、そんな吹け込むかってぐらい六角精児さんやそうですね、だから扇風機は非常に難しかったですね。取んなきゃいけない。いや、でも本当に、夏のね、雰囲気で今とかで動いてってあるじゃないですか、はいはいはい、だからこれもちょっと、いや、扇風機の弱中強の中ってどこで使うんだよみたいなことを差し込もうかなと思ったんですけど、ちょっとそれも難しかったんで、すいません。だから途中海とか全然出てきてましたしね。そう、確かに、それは残してくださった。それは優しさです。だって夏休みも海も熱帯夜も今だったら本当は行けたんですけど、うん、やっぱこれ後半にね、もうありますから、うん、番組、僕は番組サイズで物事考えてます。広い目線で。広い目線で、レンジで捉えて。お題使い切らなきゃいけないってルールないから。そうですね。しっかりお届けするっていうのがね、まずお題使って。はい、そうなんですよ。お話自体はめちゃくちゃ良かったっすね。ありがとうございます。オレンジだと思ったら、オレンジャー。オレンジャー。なぜかこのね、ウミガメっていうものの所有権を自分が持ってるんだっていうね、物への何の執着なのか分かんないんですけど、そういう存在がいたっていう東北でのお話なんですけど、いや、はい、お話は素晴らしかったですね。ありがとうございました。ありがとうございます。これは次はもうモモさんが次に話す方を指名する。いや、これはもうやっぱりもう流れを考えて、はい、番組全体で考えてますから、ね、考えてるんですよ。じゃあ行きましょう。千佳さんで、ありがとうございます。この3人残すって流れ考えてない。結構これ千佳さんで考えてるのかな。といた方がよかったと思うんだけど。いやいやいや、そんなことないです。そうですか。ここからです。優しさですね、はい、うん、まだやりやすいうちにね。はい、ありがとうございます。千佳さん、今日も素敵なお着物で。そうなんです。あら、あ、夏っぽくて綺麗だな。じゃあ、あれ、千佳さんの浴衣、それはもう浴衣、千佳さんのものみたいなとこはね、いいですね、浴衣。本当ラケット持ったらね、石川佳純さんみたいな顔になってね、本当に。いや、本当に石川佳純さんみたいに千佳さんを思い出すんですよ。石川佳純さんが私に言って、そこ大丈夫です。千佳さん、すいません。これとこれだったら一瞬で終わっちゃいそうな気が。はい。じゃちょっとカメラの方に向かって。はい。私が選んだのは。夏祭りと浴衣です。この2個とか3個とかだとなんか1個がなんかダサいみたいな。いや、なりますよね。そうですよね。滑ってみたくなりますよね。ちゃんと考えてますけどね。キーワードは夏祭り、そして浴衣です。では会談よろしくお願いいたします。お願いします。私の友人で尾形くんという方がいるんですけれども、尾形くん熊本県の山鹿市というところで生まれ育って、でここってもともと宿場町だったんですね。で江戸時代に天草四郎の乱が起こった場所ということもあるんですけれども、このキリシタンの方たちに対するその改宗を拒むキリシタンの方たちに対する弾圧がひどかったと。で対幕府軍となるともう勝ち目がなくて、でも傷を負ったキリシタンの方たちがこの山鹿に来て傷を癒していたと。で今度はこの山鹿の人に対する弾圧というのもひどかったそうなんですね。でもいろんな方たちがこの宿場町で傷を癒していたというような、そんな町になっているんですよ。でこの山鹿というところなんですが、毎年8月の15日から17日にかけて山鹿灯籠祭りという夏祭りが行われるんですね。でこれが本当に幻想的で、和紙と糊だけで作った骨なし灯籠という灯籠を作るんですよ。でこれを非常に繊細なものなんですけれども、女性たちが頭の上に乗せて
伝統的な踊りを踊るというような、で踊りを踊るのが女性の方たちということなんですけども、というのも、伝統的な祭りではあるんですが、このキリシタンに対する弾圧がひどかった時、特に女性に対してがひどかったそうなんです。でこれ非常に残酷な話なんですけれども、尾形さん曰く、その殺した女性に対しておしっこをかけたりですとか、もうそういった行為をしていたと、あまりにもひどかったっていうんですね。なので鐘楼祭りという意味も込められていて、その亡くなったキリシタンの方たちに対する、まあ、慰めの意味も込めて、浴衣を着た女性たちが頭の上に灯籠を乗せて踊りを踊るというような、そういったお祭りになってます。で町でそういった大きなお祭りが行われるんですけれども、町内ごとにも灯籠が飾られるんですね。手作りのものなんですけれども、でこの尾形くんが住んでいる場所というのが、もともと山賀城があって、山賀城跡地になっているので、ここからスタート地点になっていて、1番道路、隣の町は2番道路というような形で、ブワーッと綺麗な灯籠が並べられていくんですよ。で観光客の方ですとか、見物人の方たちがこう写真を撮ったりするために1週間もの間この灯籠が飾られるんですね。でこの飾られる灯籠というのがお宮の形になっていて、おみこしにするものなんですけれども、なぜかこの尾形さんのお家の前だけお宮の灯籠ではなくて人形灯籠といって、女性の形をした灯籠が飾られる。これがもう昔から決まり事だったんです。一番灯籠だけは女性の人形灯籠という決まりがあった。あとはもうずらーっとお宮の灯籠が並べられるというような。ところがある年、海外の取材が入ることになって、どうしてもこの灯籠を撮影したいということになって、ただこの人形灯籠っていうのがあまり見栄えがよろしくないと、ちょっとリアルなお人形になるのでお宮の灯籠の方が見栄えがいいよねということで、これまでずっと伝統を守ってきたんですけれども、この年だけお宮の灯籠を用意しまして、撮影用にそのお宮の灯籠を飾るということになったんです。さあこの灯籠を飾る日、尾形くん家の前で、準備をしていました。大勢の大人たちが集まって灯籠を飾っている。で尾形くん家の隣で、商売やってるおばあちゃんがいるんですけども、おばあちゃんがガラッと窓を開けて、あら今年は人形灯籠じゃないのって言いながら、おばあちゃんドーンと1階に落っこちちゃったんですよ。でみんな、えおばあちゃん大丈夫、膝丈くらいの窓になってるんですけども、そのまま2階から落ちてしまって、みんなびっくりして、でその時尾形くんちらっと見ると、お部屋の奥に車椅子に乗った見たこともないような女の子がいたのが見えて、あらあの子誰だろうなと、あでもそれおばあちゃんおばあちゃん、すぐに病院連れて行くとおばあちゃん無傷だったんです。ごめんねみんなに心配かけちゃって、大丈夫全然大丈夫だから、悪いから明日お昼にみんなにお昼ご飯ご馳走するから12時みんな集まって、おばあちゃんに声をかけて、分かった分かった。翌日おばあちゃんのお家の前に行きました。ところが時間になってもおばあちゃんが出てこないんです。男の人たちたくさん集まってきてるんですけど、おばあちゃんが出てこない。お腹空いたね、12時に約束してたのにね、おばあちゃんみんな集まってるよ、ごちそうなりに来たよって言うと、やっとガラッと窓が開いて、おばあちゃん今度何にも返事せずに、そのまままたドーンと頭から1階に落っこちてしまったんです。頭から落っこちてしまって、それと同時にガチャンと金属音のようなものが聞こえて、なんだ今の音、ふっと見たら昨日2階にいたあの車椅子の女の子が1階におばあちゃんと一緒に落っこちてて、で倒れているおばあちゃんのことを見て、その女の子ふふって笑ったんです。笑った瞬間、周りに行った大勢の男の人たちが手叩いて笑うんです。で尾形くん、ちょっとおばあちゃん落ちてるよ、なんでみんな笑うのって言うと、みんなハッと我に返って、あなんで笑ったんだろうおばあちゃんおばあちゃん。残念ながらおばあちゃん助からなかったんですね。で皆さん、なぜ笑ったのかということも無自覚だったんです。これまで
伝統として守り続けてきた人形灯籠撮影のためにということで、お宮の灯籠を新たに用意した、この伝統を崩してしまったことによって起こってしまった事故なのかもしれないと。なのでこの年だけは人形灯籠とお宮の灯籠2枚の写真がこの年だけ存在しているんだそうです。初耳怪談イベント開催が決定。初の大阪開催で会場チケットが即完。完売予定につき生配信と同時開催も決定。8月31日番組レギュラー陣と豪華ゲストが一堂に集結。テレビでも YouTube でも聞けないヤバい話に加え、番組史上最大の重大発表、生配信でも恐怖におののけ。いやまさにね、あの夏祭りの話、そして浴衣を着たね、皆さんがということなので、もう、ね、キーワードしっかり入ってましたが、ももさんいかがでしたか。いやすごいですね、お話キーワードがバッチリハマってるっていうところがまず素晴らしいなってこと思いましたね。そして行事とかそういったもので何かを封じてたのかなっていうふうに思いますね。そういうふうにそこだけ人形を、人形を人形にすることによって、なんかその過去の歴史に起こった何か悪しきものって言い方良くないですけどね、なんかが出てこないようにする意味合いでそういうふうにしてたから、それをやめてしまったことによってそういう不幸なことが起こったんじゃないかみたいな、京都の祇園祭りがあれが実は疫病封じだっていうこととか同じようなことなのかなとかちょっと思いましたね。まあ、あえて戦闘を人形にしていたっていうね、うん、やっぱり人形って昔からその人の代わりになってくれるっていう部分があるから、そこを生身の人間にしないということはやはり何か意味があったのかなっていう、でそこは絶対に変えてはやっぱりいけなかったんだろうなって感じがしますよね。女性のそのかもう本当結構リアルな女性の形の灯籠なんですけど、うん、やっぱり女性っていうことにも意味があったんだろうなと思うんですよね。やっぱり異例ということもあって、やはりね、うん、こう守られてる伝統ってきっと意味がしっかりあるので、そうですね、まあ、それはねしっかりこうやり方を変えずに守っていかないといけないのかもしれないですよね、うん、さあじゃあどんどん行きましょうか。続いて千佳さん、どなた指名しますか。考えてるぞ。45歳です、はい、45歳ない。本当ね、お若いですよね。ピンポイント、私でございますか、はい、よーし、ちゃんとありがとうございます。じゃあ私ね、はい、これでいかさせていただきます。麦わら帽子、はい、一点勝負だ。一点勝負です。一点突破で言い方していただきます。じゃあ、あのカメラさんの方に向かって。はい。麦わら帽子です。ピンポーン。ふざけんなよ、簡単だよ、マジで。時間押してますから。分かった分かった。時間押してるからね、押してるね。やばいから、はい。キーワードは麦わら帽子です。はい、では会談よろしくお願いいたします。これ結構ね、あの前の話なんですけど、ちょっとうちの お父さんの話なんですね。小学校の時なんですよ。これうち茨城の方でね、海沿いの方にちょっと家がありましてね、このぐるーっと一周手をつないでね散歩するっていう習慣がありまして、でこれやってたんですよ。で夏のちょうどねこのお盆の時期ですよね、もう日暮らしも泣いちゃって、すごい夏の風情がね、すごいもう西日に降りかかった時のような感じなんですけどもね。でこれ手をつないでね、麦わら帽子をかぶってたんですね。こうやって2人で歩っててぐるーっと一周するんですよ。でするとこの小さな稲荷神社っていうのがあるんですよね。この稲荷神社の前にこうふとこう立ち寄ったらですね、うちの親父がこうクッとこう止めるんですよ、手をつないでた手を。何かなと思ったら、この手がこのブル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 震えてるんですよね。なんで震えてんのかなと思って手の方を見て、で顔の方を見たらですね、お父さん一点の方集中してるんですよね。何を見てんのかなと思ってこう見たらですね、大きなこの松の木があるんですけどもね、それをこう覗いてるんですよ。この覗いてたこの大きな松の木があって、それがねぐにゃーっとこう曲がってるんですよね。これね、これが道路に突き出してるような状態なんですけど、ああこれを見てなんで震えてんのかなと思ったんですけど、どうしたのって聞いたらですね、ちょっと息子よ聞いてくれるかみたいな感じでですね、私にちょっとその昔の話をしてくれたんですよね。うちの親父はですね、ちょっと心臓が弱いもので、
小さい時からですよ、もう10メートル歩くだけでこのハーハー言ってしまうようなファロー4兆っていうこの病気なんですよね。この右心房と左心房の間の弁がこう塞がっちゃってハーハー言ってしまう、そういう病気なんですけども、で学校に行けなかったらしいんですよね。心臓の調子がいい時だけ学校に行くみたいな状態だったんですけども、でその日はだから友達がいなかったんですよね、うちの親父はですね。でこうその日は調子が良くて学校に行って、で帰りも一人ですよ、とぼとぼ帰ってくるんですよね。そしたらそのこの立ち止まってるその稲荷神社、稲荷神社の前に一人の少年が立ってるって言うんですよ。でその少年がですね、このうちの親父の方にトットットットってやってきて喋りかけてるらしいんですけども、でなんか知らないけどこの意気投合してしまって、その日からですよ、心臓の調子がいい時だけ一緒にその神社で缶切りをしたり、このかくれんぼをしたりしたようなこの遊びをしてたみたいなんですね。でその日もその少年とこの缶切りみたいなのをしてたんですよね。でそしたらですね、もう4時ぐらいですよ、もう帰ろうかなと思ったら、その遊んでいた少年がですね、その大きな松の木ですよ、このぐにゃって曲がった、そこにトン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 とこう上がってって、あれやけに身軽だなと思ってね、こう上がってって、でこれこれ親父はこれ見てるんですね。するとおもむろにその少年が腰からですねロープを出したって言うんです。あれなんだこれ、ターザンでもやんのかなと思ってね、親父の方を見てたらしいんですけど、そしたらその少年が親父にですね、おい次はお前の番なとか言うんですよ。俺もターザンしなきゃいけねえのかなと思ってね、でもまあもうノリでもう、うん、分かったって言ったらしいんですよね。そしたら待ってるぞとか言うんですって、おうおう分かったとか言いながら、そしたらですねその少年がこのロープを首に巻いてそのままストーンと押してしまって、そのまま痙攣をし始めたって言うんです。なんだか分かんないです、親父なんだこれ痙攣してるじゃないかとパッ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 と降りてって、そしたら近所の人がわーっと集まってきて、首吊りだーみたいな大騒ぎですよね。これ親父が初めて見た首吊りの現場だったみたいですね。そうでこうそのままプラーンプラーンって揺れてるんですけど、それがこうニャーって笑ってたって言うんですよ。なんだその気持ち悪い話はって言ったんですよね、僕ね。いやこれで終わりじゃないんだと。でこれが8月のね26日ぐらいだったって言うんですけども、8月の26日もうお盆がちょっと過ぎたぐらいですよね。その日にその亡くなったらしいんですよ、その少年が。そっから会わなくなったんだけど、1年に1回その日になるとですね、必ずなんかその人が夢に現れるって言うんですよね。でも夢に現れてこうピッとこの見るとですね、それがモザイクがかかってるって言うんですよ、顔にブワーってかかって、おい次はお前の番な、ずっと待ってるぞ、これずっと言ってるんだけど顔がわからない、で声も覚えてない。俺だ今思うんだけどさ、あいつ確実に遊んだんだけど、今思うとどこの学校だったとか、どこのどこに住んでるとか名前とか全く覚えてないんだよね。俺あいつに命取られるかもしれないとか言うんですけどね。で、これ1ヶ月ぐらい前の話なんですけど、うちの親父ちょっと心臓が悪いんで、本当に、まあ今67歳なんですけど、本当に入院してしまったんですよ、今ね。で、このお見舞いに行ったんですよ。お見舞いの方に行って、で、もうげっそり痩せててですね、結構もう昔のこの病気がもう再発してしまったらしいんですよね。で、大丈夫かって言ったら、まあ、なんとか大丈夫だよ、みたいな話になってて、俺にですよ。おう、もうすぐ8月の26日だな、とか言うんですよね。ああ、26日だし。またあいつが現れてきて、生きてたらいいな、とか言うんですよね。まあ僕はその呪いとかね、なんかそういうのあんまり信用してないんですけども、もしね、もう8月の26日、生きてればいいなと、親父、と思いました。というお話でございました。ありがとうございました。ピポーン！どうもありがとうございました。さあ8月の31日土曜日に開催されます大阪初となるイベント裏初耳怪談2024、テレビでも YouTube でも聞けないヤバい話、なんと会場チケット完売いたしました。ありがとうございます。はい、そこでですね、なんと完売のお礼も込めましてイベントの方生配信実施すること決定いたしました。もうぜひ皆さんね、もうご確認ください。こちら全国の怪談好きオカルト好きの皆様、8月の31日土曜日開催のイベント裏初耳怪談2024、テレビでも YouTube でも聞けないヤバい話、ぜひぜひご参加ください。お願いいたします。ではですね、もう最後に意気込みの方ですね、もうこれはすごいですよ、タニシさんとタックさん、お願いします。
先、先どうぞ。昨日ラーメン食べたら全部吐きました。よし、よし。じゃあその調子でみんなでテレビ大阪の新社屋に大島テルのマークをつけましょう。やめろ。絶対ダメなやつ。ダメダメ。怖かったです。もうさん、こうですか。そうですね。もうすごい怖くて。でちょっとそういろいろこう聞いてじっくり聞いてみて僕なりの感想はその友達がいなかったゆえにやっぱりそのお父さんがまあさっきねちょっと合間に話してたそのイマジナリーフレンドじゃないですけどそういうものを作り出してもうその人が集まってきたっていうのも僕なんかその幻だったんじゃないかなと思ったんですよ。だからそういう本当にその首吊りでみたいなのがあったとしたら、うん、あの調べればわかるじゃないですか。そうですね、過去を調べれば、うん、だから本当にそれで調べてあるんであればお父さん本当に見てるし、うん、でも、うん、イマジナリーフレンドだとしても、うん、この展開っていうのはものすごく怖いから、うんうん、すごいいいお話だなと思いました、うん、本当に実在してた、ねうんうん、友達なのかどうかってところがすごく気になりましたよね、はい、でモザイクかかってるってのが怖くないですか。そうですよ、いつか分かんないモザイクだとかなんかバーッと黒いなんか、はい、ただ本当ごめんなさいねお父様の話なんですけど、うんはい、そのねあのまた8月26日に夢を見てしまうわけじゃないですか。でそのある年そのモザイクだった顔のモザイクが取れてそこの顔をよく見たら自分だとかっていうねたまんないですねこれなるとなんかすごく怖いなって思ったりしちゃいましたけど ね、 ね今度それで行かさせて帰るんかい。あのそういうことじゃないんですこういう話、はい、でもお父様はあの親父に聞いてさ、ね、うん聞いてどうだったお父さんに今度もしモザイク取れて自分の顔だったら教えてとか言えないでしょそうだそうですね。でもまあモザイクなわけ で、まあそうですね、お父様まだお元気なわけです。まあまあ、まあ、まあ結構怪しいんですけどね。いやだからそれね、そういうのじゃなきゃいいなっていう。そうか、入院されてるんですもんね、今ね。そうなんです、そうなんです、そう、そうなんです、そうです。あとね、今年の8月26日とか、うん、やっぱり夢見ちゃうわけでまた怖そうですよね。たくさんどうでした？いや、めちゃくちゃ怖かったですね。なんかその、ガンジさん最初は、うん、こうやっぱちょっと笑いのふわっとした雰囲気もちょっとあったんですけど、うん、やっぱりお話こう後半にかかってこう畳みかけるような怖さというか、さすがだなという。またそれもなんか、うん、ガンジさんすごい良さなんだなって今日思いましたね。あ、改めて、うん、このポップな感じからすごい怖い話をするっていう、はい、あなるほど、はい、なんかなんかそのガンジさんの魅力なのか分かんないですけどもうガンジさんの場合言い間違えとか多少してもなんかそれもこっちで勝手にそうしてないことにして聞くっていうなんか、うん、あの臨場感がありますよね。それもまたすごく内容も怖くてでも一個気づいたことあるんですよ、うんうんうんガンジーの今の話、うんはい、セミと寄生出てましたね。日暮らしも出てました、ね。麦わら帽子よりも日暮らしですよ。使えたなってね。野暮かもしれないですけど、うん、このキーワードってこうなんでしょう。キーワードって話のね、はい、キーになるワードですよ、ねうんうん。ただガンジーさんが今回麦わら帽子かぶってたっていうだけ。いやこれね大事なんですよ。大事なところではあるんですよこれね。キーワード。うんうん。なんかがっつりこれ世界観にこれ入り込むっていう。感じでは、うん、基本的にお父さんの回想シーンでしたけどね。大体。何で被ったかその時に。そあの散歩してる時はですね、二人で麦わら帽子被って夏を感じるっていうかさ。怖いもんでキーワード麦わら帽子だったんだって今思い出しました。最悪なんですよ。最悪。すごかったから。そう。それだったんだ。キーワードそう麦わら帽子だったんだ。はい。そうなんです、そうなんです。麦わら帽子使ってたんですよね、前半の方に。はい。そうそうそう。早かったです。まあまあ、わかりました。はい。ありがとうございました。麦わら帽子で素晴らしい階段でした。うん、じゃあ、続いてなんですけども、残りはもうタックさんと、僕、島田。島田。はい、うーん。島田。うわぁ。おぉ。へぇー。俺かーってね。ほんと、ほんと、クビにしてください。もう大丈夫です僕はもう多分無理なんですよ今日いいねいいねいやそうなるよなるよそうなるよ面白いよ一人で何やってる一人でさいやパニックですよすごいねあとラスターそうなんですそうなんですクモ言ってください意味が分からない全部自分だもん自爆芸ですよこっち何もやってないんだからだってオッケーオッケーオッケーですか決まりましたはいお願いしますよしじゃあタック言っとけタックよろしくお願いしますよし行きましょうか僕もちょっとガンジさんが一本で勝負したっていうので僕もちょっと一つでいこうかなおーおーいええ
どこ行くの？帰っちゃった。帰っちゃった。見えないから、そうなんだよ。奥にはもうちょいあるのかなと思って。サングラスのせいでしょ。単純距離感分からない。距離感そうなの。そうなの。本当に今更ですけど、カンペが一切見えないんですよ。メガネにせえ。明るさで。それ見てほしい人から、ね。これはもうちょっと、あら、このお話。ほんとゲリラ豪雨だったんだ。すげえな。キーワードっていうところで、ちょっとこれにしようかなと思います。わー、すごい。はい。これですね。じゃあ、カメラさんに向かってお願いします。はい、僕が選んだキーワードは、ゲリラ豪雨です。ゲリラ豪雨、キーワードはゲリラ豪雨です。では会談よろしくお願いいたします。お願いします。これはですね、僕の沖縄に住んでいる視聴者さんから、教えていただいたお話なんですけど、この方がですね、夏のちょうどこの時期ですね、その日学校が昼で早く終わる日だったんですよ。ただお家と学校までの距離というのがすごく遠くて、毎回行き帰りというのが車で母から送り迎えしてもらってたんですけど、ただその日昼で早く終わるっていうのもあったし、天気もすごく良かったんですよね。なのでちょっと帰りは自転車で帰ろうかななんて思いついて、行きの車に自転車を乗せて自分乗って、で送ってもらうことになったんですよ。で送って昼で学校が終わって、さあ自転車で帰ろうと思って、で帰り始めるんですけど、普段よく見ない海の景色とか見ながら、あとは夏のこう早く終わって今から何をしようかとかね、そういった開放感からすごいウキウキで自転車乗りながら帰ってたんですよね。で家まであと数キロだなっていうところまで行ったんですけど、ただ家の方からですね、こう曇り空、黒い雲が奥からぐーっとやってきてるんですよ。もうそれ見てすぐに、あ、これゲリラ豪雨来るって思うんですよね。これ沖縄ではですね、こういった局地的な大雨のことをスコールって言い方をしたりするんですけど、あ、来るなって思ったらもう束の間、すぐにポツポツポツと雨は降り出しまして、で数分も経ったらもう大雨に変わるんですね。で、あ、もう最悪だなって、もう制服もずぶ濡れですし、ここから歩いて帰らないといけないと思うとちょっと憂鬱だったので、すぐに母に電話して、ちょっと雨降ってきちゃったからお願いというふうに母の迎えを待つことにしたんですよ。で待ってる間もですね、自転車を、焦げないですから押しながら大雨の中家までこう向かうんですけど、こう向かってたらですね、遠くの方から傘を差したおじいさんで、横にですね、黄色いカッパを着た3歳くらいの男の子が手をつないで歩いてるって言うんですよ。で手というかこう袖にね、3歳の男の子をしがみつく感じでこう狭そうにこう歩いてる。すごい雨の中、雨、あの子たちもこの雨に遭っちゃったのかななんてそう思ってたんですよ。で方向一緒ですからこう向かうんですけど、徐々に距離が近づいていって、でふと横通り過ぎるとこう目が合っちゃったんですね。でおじいさんと目合って、こうちょっと気まずさから、あ、雨降っちゃいましたね、そんな会話をしたんですよ。あ、そうねって、大変ね、あれですか、お孫さんとお散歩ですか、そんなこと聞きましたら、お孫さん、あんた豊か、何が見えとる、そんなこと聞いてくるんですよ。いやいや、確かにあの黄色いカッパ着たお孫さんがヒュッて見るんですけど、そんな子どこにもいないんですよ。いや確かにさっきそこまでいたんだけどなって、こうあわあわ探してて、でふとおじいさんの顔を見ると、おじいさんボロボロボロって泣いてるんですよ。で、すいませんって、ごめんなさい、ちょっと見間違いかもしれません、いや実はね、今日わしの孫の誕生日だと、で孫は実はもう亡くなってしまっとると、ただよくここの道を誕生日となるとね、いつも散歩してたと、で今日もそれを思い出しながら雨が降るかもなと思ってたけど歩いてた、だから今日来てよかった、そんなことを言います。で少しちょっとうるっとくるような話なんですけど、ただこう先ほど歩いてて、向かいからこうその二人が歩いてくるのが見えた時、ずっとそのお孫さんですね、おじいさんの袖をつかみながら、おじいちゃん早く、おじいちゃん早く一緒に行こうよって、そんなことをずっと言っていたって言うんですよ。でそれがどうも怖くてですね、雨の寒さだけじゃなくてブルブル震えてましたら、ちょうどお母さんの車が遠くから見えたんですよ。あ、だから、あ、やっと迎えに来てくれたと、そう思ってたんですけど、自分の姿が見える距離まで来た途端ですね、車を猛スピードでこっちに向けて走らせてくるんですよ。で目の前で急ブレーキでギューッと止まりまして、でバタンってドアから傘もささずに母が降りてくるんですけど、その顔というのがすごい剣幕な顔をしておりまして、
で自分に向かって何かをフルスイングでバツバンって投げてくるんですよ。でこれ後に聞いたんですけど、これが塩と黒豆、これをあんたにあの時投げた、そんな風に聞かされたんですよ。で投げ終わった後、あんた何やってんの、早く乗りなさい、まあ、そんなこと言って車に乗せられるんですね。私もそれが怖くて怖くて仕方がなくて、で車に乗って、え、何何どういうことって聞くんですけど、まあ、母はですね、 あんたの横にずっと黒いもやがかかったものがいたと、多分あれは水子さんやねと、まあ、ちょっと家帰ったら落ち着いて話そう、まあ、その間も腰を抜かした状態で一緒に家まで送られるんですけど、家着いて落ち着いてちょっと詳しく話を聞きましたら、まあ、おそらく亡くなってしまった子供の霊だと、でそれが車乗せるまでずっとあんたの周りをぐるぐる巻きつくようにいたと。で車に乗る直前、小さな子供の声で友達見つけたって、そんな声も聞こえたと言うんですね。聞き間違いじゃなかったらいいけど、あんた一人連れていかれるのは覚悟しときなさいよ、そんなことを言われたんですよ。そしてそれから20年が経って、この方ご結婚されて、新しいのうち授かるんですけども、第一子の方というのは残念ながら出産前に亡くなってしまったそうです。その時のことが関係しているのかは分かりません。ありがとうございました。初耳怪談イベント開催が決定。初の大阪開催で会場チケットが即完。完売御礼につき生配信の同時開催も決定。8月31日番組レギュラー陣と豪華ゲストが一堂に集結。テレビでも YouTube でも聞けないヤバい話に加え、番組史上最大の重大発表、生配信でも恐怖におののけ。いやちょっと最後にね、ちょっと本当に、まあ、関係性があるのかどうか分かりませんが、うん、まあ、お子さんがね生まれる前に亡くなってしまわれたという話ですけども、うん、おじいちゃんの横にいた、ね、はい、まあ、子供っていうのがおじいちゃんに対して、一緒に行こうよ一緒に行こうよっていうのも、何かもうおじいちゃんに対してあの世に行こうよにも聞こえましたし、うん、でその後友達見つけたっていうのもね、うん、なんか次の標的をなんていうふうにも聞こえちゃいましたよね。で怖いのが、あなた一人連れてかれるの覚悟しなさいよっていう言葉ですよね、はい、まあ、おそらくなんですけど、まあ、ユタの家系だったのかなというふうに思いますね。お母さんとかはユタだったのかなっていう、その子自身はユタっていうのはピンときてなかったんですけど、まあ、その言い当てる感じとか、僕はその沖縄の霊媒師の方のことをユタって言いますけど、はいはい、そうじゃないのかなっていうふうには思いますね。ただお祓いをしてもなお一人は連れて行かれることを覚悟しなさい、ね、そうですよね。なんかそれぐらいの思いっていうのはちょっと怖かったですね。千佳さんね、水子っておっしゃってましたけど、はい、成長してるってことですもんね。成長、そうですね、3歳くらいの、そうですよね、はい、ですごく寂しくっておじいちゃんとこずっと行ったけど友達も見つけちゃったしっていうので、もう本当寂しくて誰か一緒にいてほしいっていう気持ちが強かったんだろうなって、話せるようにもなってるし、そうですね、もうナチュラルにその沖縄の方って あなたユタの家系とか普通に聞かれますもんね、はいはい、なんか私も沖縄で取材行った時にいきなり あなたユタって普通にいきなり初対面の方に聞かれたりとかもしたので、ナチュラルにこっちであなた霊媒師とは言わないじゃないですか。確かに結構身近な存在、身近な存在、医者半分ユタ半分なんてね言葉もあるぐらいで、何か困ったことがあったり病気になったりすると、ユタの方にも普通に相談するっていう ね、 そ う、 ね、まあ、そういう、まあ、文化がありますよね。いやそうですね、あの最後の切れ味鋭かったですし、あの一人覚悟しときやっていうのは、はい、その霊媒師の人、そのユタの人に言われたんですよね。まあ、そうですね、母親になるので母親に言われたんです。そうですね、母親がそのユタでってことですよね。まあ、おそらくそうだと思います。ですよね。俺自分の子供から俺その言葉で俺ずらしたと思うんですよ。なるほどね。自分の子供だから、その日があってんのがだから、まだ見ぬやけど申し訳ないけど、自分の子供の死を見るよりはまだ見ぬ孫で申し訳ないけどっていうので、僕ユタずらした気がするんですけど、うわ、まあ、それが、まあ、そのまだ見ぬ子供なのかわからないけど、はい、けどでもこの周りのどなたかっていうところに、自分の子を失う
からがすごい、なんかそんな気がして、すっごい切なかったですこの話。はい、怖っ。じゃあというわけでね、前半はこの辺で、はい、後半に中止しましょう。違いなさい。最後にってなんか最後最後です。タックさんの時締めようとしてましたね。いや本当に最後にバカにしてたこの二人が意外と良かった。誰がバカにしてた？なんでバカにしてたの？本当にチームガンジーですよね。なんで僕が先頭なの？それだけはおかしいです。違いました。入道雲と書き込み。行けるかーい！行きましょう。入道雲とか書き講習。そうそう、あと熱帯夜も行きましょう。熱帯夜、はい、あーいけるいける、はい、なんで最後だったら急に自分で選べないし、ゲリラ号を使っていいです。ゲリラ号を使っていいけど、そんなシステム稲川さんも無理、順次さんも無理だった。さすがに、じゃあ行きましょう。いいですか、じゃあ、はい、じゃあまあね、後半ね、やっぱりノブさんもね、あ、まあまあまあ、そうですね。みんなのためにやっぱ僕はね、やっぱ本当に広い目で考えて、やっぱり残しといてあげたいなっていう。なるほど。でも後半、実力者揃ってますから。前半揃ってるわ。おい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 いい加減でしょ。おかしいよ、お前。見えてないと。ちょっと何、確かに。え、後半は、松島初音に、DJ 響きに、松原谷氏。揃ってますね、後半。揃ってる。後半の方がそれだけ良さそうですね。すいません。やめてよ、再生回数明らかに後半の方がいいですよ。それもお願いしますよ。はい。やばいやばい。さあ、じゃあ私、はい、まあね、もうさっきからなんかキーワードですよ。はい。そうですよ。取ったからには本当にその話の中で。めちゃくちゃ大事だったなっていう、軸にしないといけない、軸、はい、あ、まさにその話でしたよねってぐらい、はい、もうなんかそのキーワードをなんかもうあの味わい尽くすぐらい、はい、それで話してほしいわけですよ、うん、なんで私はもうこれ、さあどれだ、セミ、セミ、おー、おー、いいですね、セミだ、もう本当にこれぞキーワードだってぐらい、これ味わい尽くしてですね、皆さんの話一本お届けしたいと思います。え、一枚。来た。横から差し上げた。セミ勝負。一枚が。セミ一本勝負。セミ一本勝負だ。一匹。いや、セミ一匹。セミ一匹。何匹出てくるか。セミ何匹ね。今セミで行きましょうか。セミで行きたい。なんか麻痺したけど別に別に一個でいいの。一個でも意外と一番難しいかもしれない。確かに。セミ。じゃちょっとねカメラに見せていただけますか。私風景にセミで階段の方を話したいと思います。お願いします。セミでってこと、セミのモノマネってことですか。あ、うま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 いやいやいやいいんだよな、モノマネ。今日いつも以上になんか話しづらいんだけど。大丈夫です、大丈夫。今日なんかあれですね、はい。セミ。では、島田さん、準備はよろしいでしょうか。はい。はい、ではセミにまつわる怪談よろしくお願いいたします。ミン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 いいわけがないと思いましたね。ましたね。ここに2人上がる史上初ですけど。漫才だ。狭い狭い。漫才。漫才だ。狭い舞台だ。モニターで、あ、どっつきに来るってのが全部見えてましたけども。はい。合ってます。いや、絶対合ってます。合ってる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 。あの、本当に合ってます。本当に合ってます。すみません。ちょっと早とちりしました。すみません。これは序章だ。2回目行っちゃったんで。もうちょっと待ちましょう。これが聞いてくると。申し訳ない。これ聞いて、セミですから。はい。仕切り直しましょう。はい。では、セミにまつわる怪談、よろしくお願いします。みん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 の風物詩セミの鳴き声。まあね、あのこの声聞くと、ああ夏が来たなーってね思う
反面ですね、いや暑苦しいなとか、あなんかもう聞くだけでうんざりするって方もねいるかもしれませんよね。ただこれ鳴き声じゃなくってセミ自体をですね目にするとか、セミが自分に近づいてくるというのはこれスピリチュアル的に言いますと幸運のサインと言われてるんですね。皆さんご存知でしょうか。あのセミというのはね、長年地中にいて生活をしている、そして地上に出てきたらすぐに命を落としてしまうことから、あのセミというのは死と再生の象徴、つまりね、あのこういったセミを見ると自分の実生活で長年滞っていたことが大きく動き出す予兆と言われてるんですね。なので、まあ、セミを見た時というのは迷っている方、ぜひ、ね、あの大きなチャレンジを、ね、してみてもいいのかもしれないんですね。でさらにセミの抜け殻、抜け殻はまさに、一皮むける、自分自身がですね大きく成長を遂げるなんていうね、そういう意味もあるらしいんですね。まあ、あの頑張りが報われる、まあ、頑張りが花開く予兆とも言われているんです。あのこのようにですね、あの虫を見たり、あと虫がね近づいてきたりするっていうのはね、これね非常にこう、まあ、幸運のサインで、まあ、素晴らしいこととされてるんですね。あの昔からあのいけすかないやつのことを虫が好かないやつなんて言いますけど、逆に虫が近づいてくるやつ、虫が好くやつというのは運気が上がっている人という考えがあるんですね。であのこれあのセミだけじゃなくてですね、いろんな虫でも言えるんですよ。例えばあの有名なのがテントウムシ、テントウムシは幸運の象徴と言われていまして、まあ、テントウムシを見たりとか、まあ、テントウムシがこう近づいてきますと、私生活でいいことが起こる暗示で、あとはですね、トンボ、トンボは勝負運の、まあ、上昇を表すと言われているんですね。何か大一番をしてみてもいいのかもしれない。であとは、蜂、蜂は繁栄の象徴と言われていまして、まさに頑張りが報われる、成功が広がっていく象徴、サイン。であとコガネムシですね。コガネムシというのはもうね字の通り金運の上昇を表すと言われています。ただですね、お盆の期間に見る虫というのは意味が全く異なるらしいんですね。それというのはご先祖様や亡くなった方が自分に会いに来てくれている、それを表しているという。中でもお盆に見る蝶々、蝶というのはその意味合いがより増すそうです。この話ですね、30代の女性の方が体験をされました不思議なお話なんですね。まあ、仮に A 子さんとしますが、この A 子さん幼い頃から結婚するまでお琴の方を習っていたらしいんですね。でこのお琴というのがですね、家元の大先生、まあ、年配の女性の方がいらっしゃって、でその下に師範の方が何人もいる、でその師範の方に大勢のお弟子さんがいるって大所帯でおのおの練習をしてるんですが、年に1回ですね大きなホールで演奏会一堂に会すんですって。もうね何百人っていう方たち、生徒さんとあとは一般の方も見に来るっていうね、お琴の演奏会があったんです。で今から数年前ですね、その大先生、家元のね、女性の方が亡くなってしまわれた、その年の演奏会のことだったらしいんですね。あの生徒さんたち自分が演奏するとき以外は、まあ、客席の方で演奏をね見てるんですけども、家元の先生が好きだった曲が舞台上で演奏され出した瞬間にですね、客席の後ろの方から一頭の蝶々がふわ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 ーとこう飛んでくる。まあ、大きなホールですからね、あの入り口の扉とホールの入り口の扉、この2つの扉をねくぐり抜けてくるってすごいなーなんて思ったらしいんです。でさらに曲の途中ですから、ホールの扉がなんかこう開くような気配もなかったんですけども、蝶々がひらひらひらーとこうステージの方に行く、で舞台の方に行ったら姿が見えなくなったらしいんですね。うわーってみんな見てたらしいんです。で演奏会終わった後、英子さんがね、まあ、みんなに言うんですよ。いや途中蝶々が飛んでたよね、あ見た見た、そうだよね、蝶々いたよね、まあ、みんながその蝶々を見ていた。ただ不思議なのが、その蝶々を見ていたのは生徒さんたちだけで、一般のお客さんたちには見えていなかったそうなんですね。口々に、ああ大先生が私たちの演奏を聞きに来てくれたんだ、まあ、そんな風に思って皆さん心がとてもあったかくなったそうです。
ぜひ皆さんですね、このお盆の期間中に虫を見たり、虫がね近づいてきたなんてことがありましたら、ぜひ個人に思いを馳せて、そっと手を合わせてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。さあ、8月の31日土曜日に開催されます大阪初となるイベント、裏初耳怪談2024、テレビでも YouTube でも聞けないヤバい話、なんと会場チケット完売いたしました。ありがとうございます。はい、そこでですね、なんと完売のお礼も込めまして、イベントの方生配信実施すること決定いたしました。もうぜひ皆さんね、もうご確認ください。こちら全国の怪談好き、オカルト好きの皆様、8月の31日土曜日開催のイベント、裏初耳怪談2024、テレビでも YouTube でも聞けないヤバい話、ぜひぜひご参加ください。お願いいたします。ではですね、最後に意気込みの方をですね、ぜひ内崎千佳さんお願いいたします。大阪の皆さん、私たち一緒にハイゴレート訪れますので、音声で楽しみましょう。どういうこと？どういうことなんですか？まあ、もうみんなでこう行くって感じですよ。はい、もう一生懸命やります。はい、やらせていただきます。どうでした、タクちゃん？頭を叩いてすいませんでした。というのは、いや、すごい虫にまつわるお話で、まあ、夏の虫といえば、まあ、セミ、セミね、はい、結構代表だと思うんですよね、はい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 、でそのお話からしっかり最後もまで虫にまつわる話というか、うん、でしかもお盆の時期だけ意味合いが変わってくる、うん、ただ、まあ、最初のミンミンにはなんかこうちょっと多さを感じたというか、うん、まあそうですよね。やっぱ1回でよかったなって思うし、1回がよかったなと思いますね。あれはどういった意図で3回4回もやられたんでしょうか。4回でしたっけ、はい、途中でやめましたもんね。途中ね、4回目行こうと思ったら、はい、みぐらいで止まった。 3.1 ぐらい。 あれはどういう意図があったんですか。 3.1 の、まあ、最後の 0.1 ですよね、はいはい、本当にあの 0.1 を言った瞬間、4回目行った瞬間に、スタッフさんの舌打ちは聞こえたって。いらないよ、だから。やだ。一回でいいのよ、でも。ミン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 で、いやいや、いいじゃないですか。ひよったね。ひよっただけや。4回目無理なんだって思ったんですね。で、もし、まあ、ね、一応ね、これ YouTube だったりもね、はい、ご覧いただけても思いますんで、見返していただきたいんですけど、話し始め、はい、もう本当に心ボロボロの状態で始まってますよね。夏の風物詩、セミの鳴き声で言ってないですよ。あれの辺とかはもう本当に。なるほど。やっぱね、ガンジーさんもう汗ダクダクかいてたじゃないですか。本当やばいとね、汗も引いちゃってね。一気に逃げてくるんだ。びっくりする、本当に。マックスにやばいときはもう。で、ももさんの、ねはいはい、話聞いていただきました。いかがですか。はい。いや、だからすごくなんていうんですかね、何々の虫が来るとこういうこと、金運が上がるとか、うん、そういう部分っていうのは、まあ、占いもやってらっしゃる島田さんだからっていう情報ですごくいいなと思ったんですけど、うん、蝶ですよね、なんかメインなのって。いや、ね、セミが、キーワード、そうそう、話の鍵、一番大きい大元になるべくですけど、 それは雰囲気だし、夏の雰囲気、言わないで我慢してたからね、虫、蝶だったらいいんですよ。蝶だったら、あ、なるほどって思うんですけど、まあまあ、はっきり言うと、はい、キーワードセミじゃなくて蝶だよねって言いたいってこと。いやそうです、僕は蝶だったらすごく、あ、なるほどってなるなと思って、それを打ち消すために最初ミン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 、印象付けだ、印象付けバラすな、そこ本当に。印象付けです。いや、そうなんですよ。だからもうセミですよっていう風に、ずるベテランの腕腕だ。そっかと思ったけど、蝶じゃんってみんな気づかなかったですよ、ね、なんか虫ってこれですごいと思いましたけど、よく考えたら、いや、そう、蝶なんですね。確かにそうだな、ね、まあ、でもね、僕が選んだキーワードは蝶でしたからね。違う、セミです、蝶で書いたセミです。違います、セミです、セミでしたよ。いやー、でもね、前半無事終わりましたんで、甘い時の後半結構減りましたよ。いや、これ結構減りましたね、確かに。本当だ。
いやモーモーさんの3つが聞いてますよ。よくここに来て。そうだったね。そうだったらちょっと考えてみたら。確かにあんまり人のこと言えないですよ。いやそうそうそうね。思い出したけど。いや扇風機が首振ってたとか言ってたけど。そうだ。いや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 。平和にこう平和にこう。そうですよ。よく麦わら帽子もひどかった。そうですよ。ひどかったあれ。ひどかったですよ。ちょっとだけ被ってただけだもんね麦わら帽子。まあまあまあ。だから前半戦クリアできたのタッコちゃんと千賀さんだけですから。ああ難しいですよね。キーワード確かに混ぜ合わせたね。入れ方がすごい難しい。確かにそうなんですよ。僕も別に雨降ってなくてもよかったですしね。そうなってきますから。そうなってくるそうか。話をつこうと思えばつけるっていうことですから、そこはもう多めにというか。まあでもね、あの何が楽しみってね、前半これだけねわーわー言ってたね、あのこちらノブさんがどれだけねキーワードをうまく入れながらできるでしょ。それはもうやってくれるのか。一瞬じゃないか。はい、楽しみにしてますんで、はい、皆さんぜひねご覧いただきたいと思います。頑張って、はい、次回後半戦、はい、こちらのキーワードで残ったメンバーの方で対談していきます。次回もお楽しみに、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。以上お盆対談前半戦でした。